はい国、えー、ルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。国原さ男、国春です。えっ、ー、とですね、えー、本当にあの皆様、えー、個人献金の方、えー、まずね、本当に、えー、ありがとうございます、えー。しかしながらですね、まだまだ政治活動の選択肢の幅というのが非常に限られている状況でございますので、 どうぞ、あの、概要欄にですね、えー、個人献金のペ申し込みページ、えー、ありますので、そちらから、えー、ぜひよろしくお願いいたします。引き続き、えー、お願いです。で、えー、今日はですね、えー、と今、2023、えー、20年2月の15日水曜日、えー、19時40分という状態なんですけれども、 本日はですね、まあ、あの朝からあのご挨拶回り、えー、高知市高田周辺でですね、あのピンポンピンポンということで、いろいろですね、直接ご挨拶をして、えー、講演会活動ということでやっておりました。でその後ですね、えー、と1時から3時、午後1時から3時で、えー、龍馬の生まれた町記念館において、まあえーとこれ お話し会ですね。国春会。えー、沢会って言うものかなまあ、あの、お話し会ですね。えー、をですね、まあ、あの、開きました。で、これ初めての試みということで。で、そしてですね、これが、あの、なんと、あの、10名も集まっていただいたということでですね。あの、講演会の、まあ、個別のね、えー、なんていうかな。 ご挨拶に関しても、うん、結局はその、本当にご挨拶なので、えー、どれぐらい集まるのかな、ね、それをなんか、ことさらに来てくださいっていうほどの深いコミュニケーションはね、なかなか難しいので、どれぐらい集まっていただけるかなと思っていたら、あの、意外とすごい集まっていただいてですね。で、それもですね、あの、非常に中身濃いというれて、ね、<laughs> みんなわーってで、ねえー、本当のとこ喋って、えー、帰っていただきました。 であの私がねもちろんあの、この政治活動を進める上でも、非常にあのパンフレットというか、チラシの文明とか、参考になることもありましたけれども、うん、なんか、すごいね、それぞれの思いっていうのが聞けたのが何よりだったなというふうに思いましたし、やっぱ考える力っていうんですかね、えー、となんでそうなのかっていうのを考えたい。 あるいは考えてるっていう方が、ね、多く集まっていただいたっていうのが、えー、本当に、えーまあ、私自身に興味を持っていただいた方もそうですし賛成等というところのメッセージにもあの非常に、えー、合っている会だったのかな、えーまああのお話し会は私の個人講演会の、えー、イベントだったんですけれども、はい、ただまあ,あのいろいろですね、えー、建物の準備とか あるいはお茶とかね、用意してくれた、あの、本当に、えま、ー、きさんもありがとうございました。はい。という形になります。えー、で、えー、まあ、帰ってきてから、まあ、ちょっと、お仕事とか、もういろいろやりながらというところなんですが、えーっとですね、そうですね、あの、思ったのは、んまあ、 そうですね。で,えー、と明日ですね、引き続き朝の方は2月16日木曜日、えー、これが、えー、こういう形ですね、えー、7時から8時半、県庁前で街頭ご挨拶しますので、えー、ぜひね、あのこのおはようございます、いってらっしゃいというとね、えー、これですね、あのー、どん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 この、えー、オレンジ色、そして橙いだ色、ね、オレンジ旋風をですね高知に巻き起こしていきたいと、えー、元気なね、 旋風を、あのー、空気をね、作っていきたいと思っております。はい。えー、ということで、まあ、さっとそういうことになりますけれども、えー、引き続きですね、えー、荒ニ国春の政治活動のご支援のフォロー、よろしくお願いいたします。はい。えー、ということで、皆様素敵な一日をお過ごしください。えー、それではまたお目にかかりましょう。国を晴らす男、国春でした。さよなら。